谷崎潤一郎。青塚氏の話。由良子は夫の中田が死んだのは肺病のためだと思っていた。今でも彼女はそう思い、世間もそう思っているのであるが、中田自身はそうは思っていなかったらしい。それは中田が最後の息を引き取った部屋。 妻の貸別荘の病室において発見された衣装を見ればわかるのである。で、ここにその衣装を掲げる前に知っておいてもらいたいことは、由良子が一角のスターとして売り出すようになったのは、その体つきが持っていた魅力のせいには違いないが、一つには死んだ夫のおかげでもあったということである。中田は彼女が16、1の頃、 ほんのちょっとした一場面へ出るエキストラとして働いていたのを多くの女優の卵どもの中から早くも見出したのであった彼は自分の地位を利用してだんだん彼女を引き立てるように努めてやったので結果はどこの撮影所にもありがちな監督と女優の恋芳芝どもの嫉妬や陰口それから大びらな同性にまでことが進んでしまったのは由良子が十八の時であった 彼女の方には、最初は純な気持ちの他に、この男を頼って出世をしようという野心も手伝っていたではあろう。が、結婚してから後の彼女は、追蔵浮気などしたことはなく、旗の見る目も羨ましい中であった。現に中田があんなに衰弱して死んだのも、あんまり彼女が可愛がりすぎたからだという噂さえもあるくらいに。彼女は、 健康で運動好きで、そのしなやかな体には野蛮と言ってもいいくらいなたくましい勢力が溢れていたから、そんな噂もあながち無理ではないのである。去年の秋に夫が住まへ転地してからも、撮影の合間に指示尋ねていったものだが、それは必ずしも看病のためとは言えなかった。夫はあの患者の常として、 肉は痩せても愛欲の念はかえって普段より盛んであった。そして、ゆらこが差し出す腕を待ち構えていたばかりでなく、病気の感染後も恐れずに恋の陥落を最後の一滴まですすろうとする彼女の情熱をどんなに感謝したか知れなかった。そういうことが積もり積もって、結局夫の死を早めたのであろうことは、ゆらこも認めないわけにいかない。しかし、 夫が喜んでその死を選んだ以上、それで差し支えないのではないか。彼女としても、ああするより他、あの場合仕方のないことであった。自分にも夫と同じような盛んな愛欲が身内に燃えていた。そのために自分が浮気をしたのなら悪いけれども、夫の望む死を死なせてやったのである。もうこの世から消えていく日に、自分の魂の火を焼きつかせて、思いの限り、 炎をかき上げてやったのである。中田は定めし、心置きなくあの世へ行くことができたであろう。彼は、恋人と結婚してからわずか4年しか生きなかった、とは言うものの、25歳から29歳まで、由良子の18歳から22歳まで、つまり、人生の一番華やかな時代を楽しみ、幸い彼女にも裏切られることなく、 嫌ないさかいを一度もせずに済んだのであった。伊らコにしても、自分の性質や今後のことを考えると、中田との恋を円満なもので終わらせるためには、ここで彼が死んでくれたのが都合が良かったような気もする。夫にもっと生きていられたら、いつまでおとなしくしていられたか、それは自分でも保証の限りではないのである。 彼女はもはや監督の愛護によらないでも、ある一定のファンの間には、容易に忘れられない地方を築いていた。要するに、映画の女優なんて、ゲイよりも美貌と体なのだ。どんな筋書きのどんな原作でも同じことで、笑う時には綺麗な歯並びを見せびらかすこと、泣く時には涙で瞳を光らせること。 活劇の時には着物の下の肉の所在がわかるようにすることを忘れないで芝居していればいいのであった。あの女優は下手くそだ、いつもすることが決まっていると言いながら、それでも見物は喜んでいるので、時々裸を見せてやれば一層喝采するのであった。中田が彼女の絵を作るときも、実はこのコツで言ったのであって、監督が一人の女優を、 ことに自分の愛する女をスターに仕立て上げるためには芸を教え込むよりも監督自身がその女の獅子の特徴をはっきりとつかみそれのいちいちの変化を極めてそこから無限に生まれてくる美を発展させればいいのであるとそういうのが彼の持論であった彼女は中田の監督の下に幾種類もの絵巻を取ったがそれらは劇というよりも ありとあらゆる光線の雨と絹の流れに弱みするところの一つの若い肉体が示したいろいろなポーズの継ぎ合わせであるにすぎない彼女は何万弱とあるセルロイドの膜の一コマ一コマへ体で印を押していけばよかったつまり彼女という印材に中田は様々な記号を彫り主肉を吟味し位置を考えてそれを上等な紙の上へ 鮮明に浮かび出さしたのである。由良子は亡き夫にそれだけの恩を負っていることは一生感謝するけれども、ひとたび印剤の良質であることが認められれば、手肉や位置や紙は第二の問題であり、掘り手はいくらでもいるであろうし、まかり間違えば印剤のままでも潰しがきくことを知っている。だから、中田に死なれても、老狽や不安を感じるよりは、 いささか恩を返したという心持ちの方が強かった。夫の臨終の枕元に座って彼女が漏らしたため息の中には重い責任を守備よく果たし合わせた人の満足に似たものさえもあった。とにかく彼女は夫を無事にあの世へ送り届けたのである。行く先のことはわからないけれども今の彼女は何のやましいところもなしに牢のように白い夫の死に顔を 気高しとも見、美しいとも見て、まだ消えやらぬ愛着のうちに身を置きながら、仏の前に合唱することができたのである。さて、前に言う遺書は、遺骨を持って貸別荘を引き上げるときに机の引き出しから出たのであるが、それを彼女が読んだのは四五日過ぎてからであった。彼女は、 最初、古新聞紙に包んである菊版の書物のようなものが遺書であろうとは気がつかなかったし、またそんなものを夫が書き残していったろうとは少しも期待していなかった。そして、のり付けになっているその新聞紙を破いてみたのも、ほんの気まぐれからであった。新聞紙の下には、またもう一重ね新聞紙が現れ、その表面に、ゆら子殿、極秘新天と、 毛筆で太く記されていた「二重に包まれた中から出てきたのは背側に金の唐草の線の入った簿記帳のような体裁をした200ページほどの帳面でそれ細々と鉛筆でしたためてあった」「病人は住まへ転地してから物多い海岸の波の音を聞きながら寝たり起きたりして暮らしていた1年近い月日の間に」 暇に任せて病床日誌をつけるように書き続けていったのであろう。非常に長い分量のもので、鉛筆の跡がもうところどころ紙にこすれて薄くなっていた。何にも胸に覚えのない由良子は、亡き夫が何を打ち明けようとするのか不思議な感じに打たれたのであったが、やがて彼女を軽い戦列に導いたところのキーな内容、 死んだ人間がそのために死を招いたと信じていたところの事実については、下に掲げる遺書自らが語るであろう。大正罰年罰月罰日。私は今日から、生きている間はお前に打ち明けないつもりであったある事柄を、ここに書き留めていこうと思う。というわけは、私はやはり生きられそうにも思えないからだ。 昨夜お前が帰る時に色々力をつけてくれたり、慰めてくれたりしたけれども、あれから一人考えてみると、どうも自分の運命は一直線に死を目指しているような気がする。そしてそれが今の私には不安ではなく、かえって一種の諦めにいた安心になってしまったようだ。二十九夜そこらで死ぬのは惜しいが、私はお前の 若い美しい盛りの時を私のものにした。その上お前にこんなにも深く愛されながら行くことを思えば、そう不幸せな一生でもない。こういえばお前は、私だってまだ二十二だから、盛りの時が過ぎ去ったという年でもなし、これからもっと美しくなり、もっとあなたを愛してあげますと言うかもしれない。しかし私は、今そのことを書いていくのだが、 実は肺病で死ぬのではなく他に原因があって死ぬのだそのことが私を病気にし生きる力を私から奪ってしまった私にとってはそのことが死だったそれはおそらくお前が聞いて気持ちのいいことではなさそうだから一層永久に知らせまいかとも思うのだけれどそうかといって せめてお前にでも訴えないで死んでしまうのはあんまり情けない気がしてならない。まったく考えようによっては、こんなことで一人の人間が死ぬなんてバカバカしいようなことでもあるのだ。が、まあともかくも聞いてもらおう。少し読めばわかるように、これはお前というものにも次第の関係があるのだから。話はずっと前のことだが、 私がまだ達者でいた時分、あれはおととしの5月の半ば頃だったと思う。ある雨の降る晩に、私は京極のカフェグリーンで、一人の見知らない男と差し向かいに洋食の皿をつっついていた。何でもお前の黒猫を愛する女が封切りされた日で、私は池上や椎野と一緒に都キネマへあの絵を見に行った帰りだった。 もっともカフェへ寄ったのは私一人で、二人は他に行くところがあって別れたのらしい。見知らない男は私より前に来ていたので、私は何気なく彼の差し向かいの椅子が空いていたから腰を下ろした。それからややしばらくの間は黙ってテーブルを挟んでいたに過ぎなかったが、そのうちに、こう、彼は妙にジロジロと私の顔を見て、時々口元に微笑を浮かべながら、 何かか話しかけたそうにしているそれは人のいい男が酔っ払って彼はチーズを魚にしてウイスキーを飲んでいた相手星屋の時に示すあの態度なので可愛げのあるとても憎めない目つきをしていたいつもならこういう場合に私の方から早速話しかけるのだけれどその晩はこちらに酒のけがなかったしそれにその男は 私中格好の上品な紳士だったからそう無作法にぶつかるわけにいかなかった彼の様子には大変人懐っこいところもあるが臆病なはにかむような女性的なところもあるようだった彼が私の方を向いたり笑ったりするのも極めて遠慮がちにやるので大概はこちらへ横顔を見せるようにはすかいに腰掛け両足の間へスネークツリーのステッキを立てて その塚の握りを音外の下へつっかい棒にしながら一人でもじもじしているのだそんな具合で私が食後の紅茶を飲みにかかるまではとうとうきっかけがなかったんだがやがて突然失礼ですが君は映画監督の中田進君ではないですかと思い切ったように声をかけた私は改めて彼の顔を見上げたけれど 雨に濡れたクレバネットの襟を立てて台湾パナマの帽子をかむっているその目鼻立ちは全く覚えがないのであった。ええ、そうですが、忘れていたらごめんください。どこかでお目にかかったことがありましたかしら。いいえ、今夜が初めてですよ。君はさっき都キネマにおられたでしょ。僕はあの時君らの後ろにいたもんですから、話の模様で君が中田君だということが分かったんです。 ああ、あの絵をご覧になりましたか。ええ、見ました。僕は深町由良子城の絵はほとんどすべて見ていますよ。それはありがたいですな。大いに感謝いたします。そう言ったのは、中学生や何かと違って、分別のあるハイカラそうな紳士が言うのだから、私にしてもちょっと嬉しく感じたのだ。すると彼は、いやあ、そう言われると恐縮だな。 感謝はむしろ僕の方からしなきゃならん。と、きれいに絞った杯をカチンと大理石の宅に置いて、例のステッキの握りの上に乗せた顔を私の方へ間近く向けた。こう言うとお世辞のようだけれど、日本の映画で見るに足るものは君のものだけだと僕は思う。どうも日本人はくだらないセンチメンタリズムにとらわれるんで、 芝居でも活動でも締めっぽいものが多いんだけれど、君の写真は非常に晴れやかで凶楽的にできていますね。活動写真というものは、要するにあれでなけりゃいかん。僕はああいう映画を見ると、日本が明るくなったような気がして、すこぶる愉快に感じるんです。そう言ってくださる人ばかりだといいんですがね。中にはアメリカの真似だと言ってひどく腐す人があるんですよ。 何アメリカの真似で差し支えない。面白くさえありゃいいんだ。もっとも、それを下手に真似られちゃ困りものだが、君は確かにアメリカの監督と同じ理想、同じ感覚で絵を作っている。あれならアメリカ人が見たって、決して滑稽に感じやしない。どうですか君君の映画を西洋人に見せたことはないですかいや、どういたしまして。まだまだとてもお恥ずかしくって。 そんなことはない。それは君の謙遜じゃないかな。僕なんぞは君、この頃西洋ものよりも君の絵の方を余計見てるくらいなんだが、西洋ものにちっとも劣らない印象を受ける。時にはそれ以上の環境を覚える。どうも、そいつは、そいつは少しくすぐったいな。どういう良見かわからないが、あまりその男が褒めすぎるんで、私は少ししょげたのだった。 去ればと言ってその男は人を茶化している様子でもなかった私はただ彼が見かけよりも恐ろしく酔っているらしいことに気がついただけでそれはしばしば大酒飲みにある飲むと目が据わって変に物言いが落ち着いてきて血色が青ざめてくるたちのあるネチネチした酔い方だっただから一見したところでは時々じろりと鋭い瞳を注ぐ以外にはほとんど真面目で 言葉の調子も嫌にノロノロと気味が悪いほど穏やかなのだ。いやあ、君本当だよ。お世辞を言っているんじゃない。と、と彼は大然として言うのだった。けれども僕は君の手柄ばかりだとは言わない。いくら監督が優れていてもそれに適当な俳優を得なければダメなわけだが、その点において君は幸福な監督だと思う。 ユラコ城は非常に君の趣味に合っている。全く君の映画のために生まれてきたような夫人に見える。ああいう女優がいなかったら、とても君の狙っている世界は出せないだろうな。おいおい。とそこで彼は女給を呼んで、姉さん、ウイスキーを2杯持っておいで。と、その物の静かな口調で命じた。僕ならお酒はいただきませんが。まあいい、せっかくだから一杯付き合ってくれたまえ。 君の映画のためにそして君と由良子城の健康のために祝杯をあげよう」。一体この男は何の商売の人間だろう新聞記者かしら弁護士かしら銀行会社の重役のようなもので野らくら遊んでいる暇人かしらというのは最初は臆病らしく思えたがだんだん話し込んでいるうちにどこか応用なところがあって。 私を子子供扱いにするる様子が見えるしかし私は先がそれだけの年配ではあり気のいいおじさんに対するような親しみもあるので多少迷惑には思いながら強いて逆らわないで彼の杯を快く受けたところであの黒猫を愛する女というのは誰の原作ですかあれは僕が間に合わせに作ったんですいつも大急ぎで作るもんですから。 ろくなものはできませんでね。いやー結構、あれでよろしい。ゆらこじょうにはうってつけのものだ。ゆらこじょうが風呂へ入ってると、あそこへ猫が飛び込んでくるシーンがあるが、あの猫はよくならしたもんだな。あれは、うちに飼ってあるので、ゆらこに懐いてるんですよ。ふーん。それにしても、西洋では獣をうまく使うが、日本の写真では珍しいな。 由良こ嬢もいつもながら大変良かった。湯上がりのところはほとんど反裸体のようだったがああいう風をして見られるのは日本の女優では由良こ嬢だけだろうなかなか大胆に移してあると何やら一人でうなずいているのだあそこんところは検閲がやかましくって弱ったんです僕の作るものは一番当局からにらまれるんですが 今度のやつは西洋もの以上に露骨だと言うんでね。ははは、そうかもしれんね。風呂場から寝室へ出てくる時に薄い絹のガウンを着て逆光線を浴びるところ。へえへ、あそこ、あそこは二三尺着られましたよ。あそこは体中が空いて見えるからね。けれどもあれは今度が初めてじゃないじゃないか。あの程度の露骨なものは前にもあったように思うが、あれは、 確か、夢の舞姫というんだったか。ああ、あれもご覧になったんですかうん、見た。あん中にちょうど今度のシーンと同じようなところがある。もっともあれは風呂場じゃなかった。由良小嬢が舞姫になって、楽屋で衣装を着替えているところだったが、あの時は父と腰の周りの他には何もつけていなかったようだね。君は、あの時は逆光線を使わないで、 ゆらこじょうの右の肩の角からずっと下へ足の外側を伝わって靴のかかとまで光の筋が流れるように横から強い光線を当てたね。ははあ、よく覚えておいでですな。私がちょっと呆れ返ったように言うと、うん、それは覚えているわけがあるんだ。と、彼は得意そうにニヤニヤして、だんだんテーブルへ乗り出してきながら、 あの絵には、ゆらこじの体の中で、今までフィルムに一度も現れなかった部分が、二箇所映されていたと思うね。君はあの絵で、初めてゆらこじのへそを見せたね。僕は、ちぶの下のところから溝落ちへ至る部分までは、前におてんばれ嬢の中で見たことがあったが、へそは未知の部分だった。あそこを見せてくれたのは、大いに君に感謝している。私は、 夢の舞姫の絵でお前のへそを写したことは人から言われるまでもなくちゃんと覚えている。お前も多分あれを忘れはしないだろう。私はお前を撮影するとき、お前の体のどんな細かい部分をも不用意に写したことはなかった。運動筋肉のよじれから生ずるたった一本のシワといえども、それがフィルムに現れている以上、決して偶然に写ったのでなく、 あらかじめ映るように計画したのだ。お前が体をどの方向へ、どれだけの角度にねじ曲げれば、どこの部分に何本のシワが刻まれて、それらがどういう線を描くかということを、あたかも複雑な物語の筋を組み立てるように、詳しく調べてやったことだ。だからあの絵でも、お天場霊場でも、なるほどこの男の言う通りには違いないので、私の苦心を彼がそんなに組んでくれたのは、 ありがたい幸せであるけれども、しかしどうも、妙なことばかり嫌に注意して見ている奴だと、そう思わずにはいられなかった。ところが彼は、私が変な顔つきをするのにとんじゃくなく、お前の体についての知識を自慢するように喋り続ける。けれどもなんだよ、ゆらこじのへそが深くくぼんだへそだということは、僕は、 デベソは嫌いなんだ。実は前から知っていたんだ。それはほら、夏の夜の恋でびっしょり濡れた海水服を着て海から上がってくるだろう。あそこで体にひっついてる服の上からへそのへこみがぼんやりわかるね。君はあのへこみを見せるためにわざとあんなに服を濡らしてあそこのところをクローズアップにしたんじゃないかいどうもなかなか皮肉な監督だ。ストローハイム式だと僕は思ったよ。 だがあの時はとにかく服の上からだったが、夢の舞姫で確実に分かった。やっぱり想像していた通りのへそだったということが。へえ、するとあなたはそんなにへそが気になりますかね私は冷やかすように言ったが、彼はどこまでも真面目だった。へそばかりじゃない、すべての部分が気になるさ。夢の舞姫に初めてのところがもう一箇所ある。 どこにどこにって、君が知らないはずはなかろう。知りませんな。そういうところがあったかな。あったとも、足の裏だよ。彼は、私が内心ぎょっとしたのを見ると、にわかに声高く笑い出した。はははどは、胴体ちゃんと当たっただろう。なんでも、あれは、舞姫が素足で踊っていると、舞台に落ちてるガラスの破片を踏んづける。 可憐な舞姫は苦痛をこらえて踊り続ける。足の裏から血が流れて、舞台の上にポタポタと足の跡の血型がつく。その血型は、こう、つま先で歩いた格好に、五本の跡が少し開いて陰せられる。そうだよ。僕は揺ら小嬢の足の親指の指紋まで見たわけだよ。それから、そうだ、踊ってしまうと気が緩んでばったり倒れる。それを舞姫に惚れてる俳優が抱き上げて楽屋へ担ぎ込む。 椅子を二つ並べて、その上、ゆらこ嬢を寝かして、ガラスを抜き取ったり洗ったりする。その時、俳優は傷口を調べるために、テーブルの上の置きランプを床に下ろして、下から光線が足の裏を照らすようにする。ねあの時だよ。ゆらこ嬢の足の裏が、初めて本当によく見えたのは。では、何ですか あなたはそういうところにばかり目をつけていらっしゃるんですかああ、まあそうだよ。君にしてもそういう見物の真理を狙っているんじゃないかね。僕のような人間がいて、君の作品を君と同じ感覚を持って味わって、ゆらこじょうの体をこんなに綿密に見ているとしたら、それが君の望むところじゃないかね。まあ、そう言っちまえばそんなもんだが、なんだかあなたは薄気味が悪いや。 その男の酔った瞳に意地の悪い気違いじみた光が輝き出したのはその時だった。彼の顔色は前よりも青ざめ、唇の艶までなくなっていた。私は何がなしに不吉な予覚を感じたが、今この男に見入られたという形になって逃げ出すわけにもいかなかった。それに私は当然一種の好奇心にもかられていた。どんなことですか その、もう少し薄気味が悪いっていうのは。うん。まあ、おいおい聞かせるがね。と彼はまた除球を呼んで、ウイスキーをもう二つだよ、と叫んでから、君はユラコ嬢の体については、この世の中の誰よりも自分が一番よく知っているつもりなのかいだってそうでしょ長年僕が監督している女優だし、それになんです、ご承知かもしれませんが、あれは僕の女房なんです。 さよう。君は揺ら小城の亭主だ。そこで僕は亭主と僕とどっちが揺ら小城の体の地理に通じているか、そいつを確かめてみたいという希望を持っているんだよ。こう言うと君は、そんな物好きなことを考えるなんて不思議な奴だと思うだろうが、ここに一人の人間があって、その男はまだ君の奥さんを一度も実際には見たことがないんだ。そしてただフィルムの上で長い間研究して、 君の奥さんの体中のあらゆる部分を、肩はどう、胸はどう、尻はどうというふうに、それをはっきり突き止めるためには、ある場面のクローズアップを5度も6度も見に行ったりして、今ではすでに目をつぶっても頭の中へその幻影が浮かび上がるほど、すっかり知り尽くしてしまったとする。そういう人間がある晩偶然、その女の亭主に、と思われる男に出会ったとしたら、 今も言うような物好きな希望を持つのは当たり前だよふーんそうするとあなたがつまりその人間でそんなに僕の女房の体を知っているとおっしゃるんですかああ知っている嘘だと思うなら何でも一つ聞いてみたまえ私が黙って目をパチクリさせている間に彼は躊躇なく言葉を継いだ例えば由良小城の肩だがね あの肩は厚みがあって、しかも後輩がなだらかで、うなじの長い性もあるが、耳の付け根から腕の付け根へ続く線が、もしもそれを側面から見ると、どこから腕が始まるのだかわからないほど緩やかに見える。首は豊かな脂肪組織に包まれていて、喉の骨や筋肉はほとんど見えない。わずかに横を向いたときに、耳の後ろの骨がほんの少し目立つくらいだ。ついでに背中の方へ回ると、 肩甲骨が腕を自然に垂れた場合は、やはり脂肪で隠されている。が、さればといって、二つの肩甲骨の区切りが全然わからないのではない。なぜかというと、ゆらこジョの背中には、異常に深い背筋が通っているからだ。そのために、ジョーの背中は、二つの円筒を密着させたように見える。そして、円筒と円筒との境目にある溝が背筋だ。その溝のへこみには、いつでも暗い影ができていて。 よほど強い光線を真正面から当てない限り、影が残らず消え失せることは滅多にない。ジョーがまっすぐに立った場合には、背筋の末端、腰の腸蓋あたりのところで、うず高い尻の隆起が一層その影を大きくさせる。ジョーが体を左へねじると、ねじった方の脇腹へ二本の太いくびれが入る。くびれとくびれの間の肉が一つの丸い丘を盛り上げる。 同時に右の脇腹の方に、あばら骨の一番下の湾曲だけがわずかに現れる。嫌な奴だとは思いながら、これを聞いている私の心には、お前の美しい背中の形が生き生きと浮かんだ。お前も多分、ここを読むときに、裸になって鏡の前に立って見る気になりはしないか。そして背筋の深さだの、脇腹にできる二本のくびれだの、 あばら骨の露出だのを試しながら、いかにこの男がお前の写真をよく見ているかを想像して、私と同じ薄気味の悪さに襲われはしないか。そうです、そうです。あなたのおっしゃる通りですよ。そんなら背中以外の部分は。と、私は知らず知らず釣り込まれて、そう言わずにはいられなかった。するとその男は、君、鉛筆を持ってないかねと、 白状にあった献立表の紙を広げて口で言ったんじゃまどろっこしいから絵を描きながら説明しようというのだったそしてお前の腕はこう手はこう足はこう萩はこうと順々にそこへ描き始めた彼の線の引き方にはどう考えても絵描きらしい技巧はなかった 彼が絵描きでないという私の推察が当たっていたことは後になってから分かったのだが「ここのところがこんな具合でここがこうで」と言いながらゆっくりゆっくりと不器用な線をなぞるようにして彼は描いた時には目をつぶって上を向いてじっと脳裏の幻を見つめるような塩梅だったが その怪しげなたどたどしい鉛筆の跡が次第にでっち上げるつたない素描、幼稚な絵の中に、素人でなければとても描けない変な細かさと毒々しさと下品さと思って執念深く実物に似せた形があるのだ。ある特徴を小気用に捉えて、これが誰の顔と分かる程度の漫画式の似顔を描くならそんなに難しい技ではない。けれども彼の描くのは顔でないのだ。 お前の腕、お前の指、お前のももをギレギレに描いて、それらが私の目に訴える感じでは、決して他の誰のでもなく、お前のものに違いないのだ。彼はお前の体中にできるエクボというエクボ、シワというシワをみな知っていた。それは芸術とは言えないだろうが、何にしても驚くべき記憶力だ。そして彼はその記憶するところのものを一つも漏らさず寄せ集めて、 丹念に紙の上へ表現するのだ。私はその後、有田ドラッグの店の前を通ると、この男の書いた素描を思い出すことがしばしばあった。あのローザイクの手だの首だののぬらぬらした胸の悪い感じ、それでいてどこか人間の皮膚らしい感じ、この男の絵はちょうどあれだった。 例えば、お前のももから膝のあたりを描くのに、この男は、お前が膝を伸ばしている時ときと、くの字なりに曲げているときとで、膝頭のえくぼにどれだけの変化ができ、どこの肉が引き締まり、どこの肉がたるむという区別をつけて、二通りに描く。その肉の膨らみを表すのには、細かい線で陰影をとっていくのだが、それが実にぬらぬらと、お前の獅子置きのもっちゃりとした心持ちをよく出しているのだ。 この男は、かかとの丸みから土踏まずへのつながりを書いただけで、お前の足を暗示させる。そして、お前の足の第二子が親指よりも長いことや、それが大抵親指の上へ重なっていることを見落としていない。足の裏を書かせると、五本の指の腹を写して、これが小指の腹、薬指の腹だというふうに、それぞれの特徴を捕まえている。私にしても、 お前の足の爪研ぎを手伝ったことがなかったら、こうまで詳しくは知りようがないし、きっとこの男に恥をかかされたに違いなかろう。父とお尻の格好を知るのには苦心をしたよ、とこの男は白状した。彼が言うには、お前の体で今までフィルムに露出されない部分と言ってはほとんどないのだが、ちぶさの周囲と腰から尻の一部分だけが、 どんな場合にも人への布で隠されていた。長い間彼はその布の上に現れる凹凸の具合に注意していた。すると運よく夢の舞姫の時にお前がシュミーズ一枚になってそのシュミーズの紐が緩んでいることがあった。お前はそのなりで床に落ちているバラの花を拾った。拾った瞬間に体を前へかがめたから自然シュミーズが下の方へたるんで 紐の緩んだ隙間から、彼の形容詞に従えば、インドの乙女の胸にあるような、完全にまん丸な、二つの大きな腫れ物のように根を張ったところの乳さが見えた。乳首までは見えなかったが、もうそれだけで、彼にはお前の父の前傾を想像するのに十分だった。人間の体は、ある一箇所か二箇所を除いた他の部分がことごとくわかってしまえば、 そのわからない部分についても、代数の方程式で基地数から未知数を追い出せるように、推理的に押し出せる。彼はそういうふうにして、いろいろのシーンから基地の肉体の断片を集めて、それらによって未知の部分、お前の尻の筋肉の影と日向とがこうでなければならないことを割り出したというのだ。どうだね、君。僕はまるで参謀本部の地図のように明細に、 どこに山があり、どこに川があるかということをいちいち漏れなく絵に描けるんだよ。君は亭主だと言うけれども、こんなに精密に暗記しているかね。テーブルの上には、もう何枚かの紙切れが散らばっていた。彼は献立表の裏へいっぱいにその地図を描き潰してしまうと、やがてポケットから都キネマのプログラムを探り出して、その裏へ描き、 ナフキンペーパーの上へ書き、しまいには大理石の上にまで書いた。その仕事は彼に非常な興奮と得づらくと与えるらしく、黙っていればまだ何枚でも書きそうにするのだ。もしもし、もうわかりました。もうそのくらいでたくさんですよ。とてもあなたにはかないませんや。それから、そうそう、活劇をやったり。 感情の激動を表したりするときに、息をはぁはぁと強く弾ませることがあるね。そうすると、こう、ここの顎の付け根のところに、脂肪の下からほんのちょっぴり骨が飛び出すよ。こんな具合に。いや、いや、もう結構、もういい加減にやめてください。ははは、だって君、君の災害の女の裸体画を描いてるんだぜ。それはそうだが、あんまり描かれると気持ちが悪いや。 そんなこと言ったって、君は年中女房の裸を写真に撮って飯を食ってるんじゃないか。それから見ると僕の方は割が悪いよ。これだけ書けるようになるには容易なことじゃないんだがね。わかりました、わかりました。僕はこの絵をもらっていきますよ。こいつを女房に見せてやります。私はそう言ってそれらの紙切れを急いでポケットへねじ込んだが、彼は内心お前に見せてもらいたいのか、 それとも、そんなものは書こうと思えばいくらでも書けるので惜しくもないのか、私のするままに任せていた。しかし私は、もちろんこれをお前に見せるつもりではなく、じきに破いて便所へ捨ててしまったが、見せたらお前はさぞかし胸を悪くしたろう。お前はお前の美しい体が、有田ドラッグの老細工にされたところを想像するがいい。帰るならそこまで一緒に行こう。 とその男が言うので、二人連れ立ってカフェを出たのは九時頃だったろう。私はすでに二時間近くも、この何者ともわからない人間の酒の相手を務めたのでありながら、どういうわけでまたのこのと付き合う気持ちになったものか。多分私は彼を薄気味の悪い奴だと思う一方、次第に変な親しみを感じさせられていたせいであろう。この男を気味が悪いというのは、 つまりこの男があまりにもよく私自身に似ている点があるからではないか。この男は私と同じ目を持ってお前の肉体の隅々を見ている。そしてしかも彼はこの世で直接お前には会ったことがない。天から降ったか地から湧いたか、彼はふらりと私の前に現れて私でなければ知るはずのない私の恋人、私の女神の美を解いて聞かせる。私は彼を 恋敵として嫉妬する理由は少しもない。なぜなら彼の知っているのはフィルムの中の幻影であって、私の女房のお前ではない。影を愛している男と実体を愛している男とは、影と実体とが仲良くむつれ合うように手を握り合ってもいいではないか。私はそんなことを考えながら、その男の歩く通りにくっついていった。その男は、京極を河原町の方へ曲がって、 あの薄暗い町筋を北へ向かって歩いていく空はところどころ雲がちぎれて星がぼんやり見えたり隠れたりしていたがまだ辺りには霧のようなぬか雨が立ち込めているそして折々ぼーっと街灯に照らし出される彼の姿は実際一つの影のごとくにも見えるのであった君はもちろん由良小城は君以外の誰のものでもない 確かに君の女房であると思っているだろう。と、彼は半分独り言のようにそう言い出したけれども君の女房であると同時に僕の女房でもあると言ったら君はどういう気がするかね?」。「一向差し支えありません。どうかあなたの女房になすって担当可愛がっていただきたいですな」と私は冗談のような口調で言った。 という意味は僕の女房の由良子城は要するにただの写真に過ぎないだから何の通用も感じないし焼き餅を焼くところはないと君はそう思って安心しているというわけかねだってあなたそんなことを気にしていたら女優の亭主は一日だって務まりやしませんよなるほどそりゃあそうだろうだがもう少しよく考えてみたまえ第一僕は聞きたいんだが一体君は 君と僕と、どちらが本当のゆらこ城の亭主だと思うそしてどちらが亭主としてより以上の幸福と快楽とを味わっていると思ううへ、大変な問題になっちゃったな。私はそう言って茶化してしまうより仕方がなかったが、その男は闇を透かして、私の顔を憐れむように覗き込みながら言うのだった。君、君、冗談ではないよ。僕は真面目で話してるんだよ。 僕の推測に誤りがなければ多分君はこう思っているだろう僕のを愛しているのは影だ君の愛しているのは実体だだからそんなことは点で問題になるはずはないというふうにしかし君にしてもフィルムの中のイラコ城は死に物ではないやはり一個の生き物だということは認めないだろうか認めますそれはおっしゃる通りですよでは少なくともフィルムの中のイラコ城が 君の女房の由良子城の影であるとは言えないと思うね。すでに生き物である以上は。いいかね、君。こいつを君は忘れてはいけない。君の女房も実体だろうが、フィルムの中のも独立したる実体だということを。こう言うと、それはへりくつだ。二つが共に実体だとしても、どちらが先にこの世に生まれたか。君の女房がいなければ、フィルムの中の由良子城は生まれてこない。 第一のものがあって初めて第二のものができるというかもしれないが、もしそう言うなら、君の愛しているところの、そしておそらくは崇拝してさいるだろうところの、真に美しいゆらこ城というものは、フィルム以外のどこに存在しているのだ。君の家庭におけるゆらこ城は、夢の舞姫や黒猫を愛する女や、お天魔令場で見るような、あんな魅惑的なポーズをするかねそして、どちらにゆらこ城の女としての生命があるかね ごもっともです。僕も時々そういうふうに考えるんです。僕はそいつを僕の映画の哲学と名付けているんです。ふふん、映画哲学か。とその男は妙に私に突っかかるように言いながら、そうすると結局こういうことが言えないだろうかフィルムの中の揺らこじょうこそ実体であって、君の女房はかえってそれの影であるということが。どうだね、君の哲学では。 君の女房はだんだん歳をとるけれども、フィルムの中のイラコ城はいつまでも若く美しく、快活に華やかに飛んだり跳ねたりしているのだ。もう十年も経った自分に、君はしみじみ昔の姿を思い起こして、ああ、あの自分にはこんなではなかった。あそこのところにあんなシワはなかったのに、いつあんなものができたんだろう。そして体中の関節にあった愛らしいエクボは、どこへ消えてしまったんだろうと、そう思う時があるとする。 その時になって、もう一度昔のフィルムを取り出して映してみるとする。君は定めし、エクボは消えてなくなったんでも何でもない、永遠に彼女の体についていることを発見するだろう。君の女房は衰えたかもしれないが、夢の舞姫は今でもやはり、シュミーズの下に丸々としたチブサを忍ばせ、床に落ちたバラの花を拾うだろう。黒猫を愛する女は相変わらず風呂へ入って、 ぼちゃぼちゃ水をはねかしながら猫と戯れているだろう。君はその時、君の若い美しい女房はフィルムの中へ逃げてしまって、現在君のそばにいるのは彼女の抜け殻であったことに気がつく。君はそれらの映画を見て、一体これは自分が作った絵なのかしらん、自分や自分の女房の力でこんな光り輝かしい世界ができたのかしらんと、今さら不思議な感じに打たれる。そしてついに これらのものは自分たち夫婦の作品ではない。あの舞姫やおてんば霊場は自分の監督や女房の演技が生んだのではなく、初めからあのフィルムの中に生きていたのだ。それは自分の女房とは違った、ある永久な一人の女性だ。自分の女房は、ただ、ある時代にその女性の精神を受け、彼女の面影を宿したことがあるに過ぎない。自分たちこそ、彼女のおかげで飯を食わしてもらっていたのだと、 そう思うようになるだろう。そりゃあ、なるほど、理屈としては面白いですが、僕の女房が歳を取るように、フィルムの中の彼女だってだんだんぼやけてしまいますよ。フィルムというものは永久不変な性質のものじゃないんですから。よろしい。そこで我輩は言うことがあるんだ。君は僕が何のためにこんなにたびたび、由良小城の映画を見に行くか、そして何のために、 こんなに詳しく伊良コ城の地理を覚え込んだか知ってるかねさっきも絵に描いて見せたように、僕はこうして目をつぶりながらでも、彼女の体を好きなようにして眺められる。さあ、由良子さん、立ってくださいと言えば立ってくれるし、座ってください、寝てくださいと言えば、僕の言う通りになってくれる。僕は彼女をすっぱだかにして、背中でも尻でもどこでも見られるし、逆さまにして足の裏を見ることもできる。 君は亭主だと言うけれど、自分の女房をそんなに自由に扱えるかね仮に自由にさせられるとしても、こうしてここを歩いてる今、彼女を抱くことができるかね僕の方のイラコ嬢は、どんな時でも予備さえすればすぐにやってきて、どれほどしつこい注文しても嫌な顔なんかしたことはない。君の女房は歳を取るだろうが、僕の方のは、たとえフィルムはぼやけてしまっても、 今では永久にに頭の中に生きているんだつまり本当の由良子城というもの彼女の実態は僕の脳裏に住んでいるんだよ映画の中のはその幻影で君の女房はまたその幻影だというわけなんだよけれどもですねさっきあなたもおっしゃったように僕の女房がいなければ映画が生まれてこないでしょ 映画がなければあなたの頭の中のものだってないわけでしょそれにあなたが死んじまったらその永久な実態というやつはどうなりますかねそこんところがちょっと理屈に合わないようじゃありませんかそんなことはないこの世の中には君や僕の生まれる前から由ら子型という一つの不変な実態があるんだよそしてそれがフィルムの上に現れたり君の女房に生まれてきたりいろいろの影を投げるんだよ 例えばだね。僕は以前、アメリカのマリー・プレボストの絵が好きだったが、君もあの女優は好きなんだろうね。いや、改めて聞くまでもない。と、彼は私の驚いた色を見て取りながら言うのだった。君はおそらくイラコ城を発見したときに、これは日本のマリー・プレボストだと思ったんじゃないかね。そういえば、そうだ、プレボストにも、 風呂へ入る場面があったね。やっぱり由良小嬢のように体の透き通るガウンをまとって風呂から上がって湯殿の出口でスリッパを履くところがあるあれはもう何年前のことだったか随分古い写真だけれど僕は今でもよく覚えているあの時プレポストは後ろ向きに立ちながら生めかしい品を作ってスリッパを突っかけた突っかける時に我々の方へ足の裏を見せたね そうだったろう。君も覚えているだろう。あの場面はソフトフォーカスだったんで、彼女の全身が朦朧と見えたに過ぎないけれど、しかしあの女優の顔つきや体つきの感じは、ゆらこじにそっくりじゃないか。ことにクローズアップで見ると、仰向いた時の鼻の穴の切れ方が実に似ている。腕や手のエクボもちょうど同じところにできる。裸にしたら、もっと似たところがあるだろうし、 へへそもへこんでるるような気がする残念ながら僕はプレボストのへそを知らない僕の知ってるのは由良子城のとスムルーンで見たポーラネ巡りのへそだけだがそういうふうにあえてプレボストばかじゃない由良子城に似てる女はこの世界中にまだ幾人もいるんだよ嘘だと思うなら君は静岡の遊郭の何々ろにいるエフコという女を買ったことがあるかい その女はむろんプレボストやイラコ城ほどの別品ではないいくらか型は崩れているがそれでもやはりイラコ系統であることは確かだその女の体中にできるエクボはイラコ城の面影を伝えているそして何より似ているのは二つのちぶさだそう言って彼は彼の知っている限りのイラコ型の女を数え上げるのだった その女たちは全身がそっくりそのままお前の通りではないまでも、なおなんとなく肌触りや感じにおいて同一であり、しかも必ずある一部分はお前に告示したところを持っているというのだ。例えば今の静岡県のエフコの胸にはお前と同じちぶさがある。お前の肩は東京浅草の陰梅のケイコという女が持っている。お前の尻は 新州長野の遊郭の何々郎のフ子が持っているお前の膝は某州北条の何しの女にお前の顎は九州別府温泉の誰にその他お前の手はどこそこにお前の腿はどこそこにある彼はお前の肉体の部分部分を研究するのに映画に着いたばかりではないその女たちについても覚えたさっきの地図はお前の地図であると同時に その女たちの地図であるというのだ。君君、非常に都合のいいことには、由良子城のあの美しい背筋がじきこの近所にあるんだよ。君は大阪の飛田遊郭を知ってるだろうあそこ行って B 老の A 子という女を呼んで背中を出さして見たまえ。それからもっと近いところでは、この京都の五番町に足があるんだ。あそこの C 老の D 子という女だがね。 日本人の足の指は親指よりも第二子の方が長いのはめったにないところがあの女のは由良子城のにそっくりなんだそれから彼はまた実体の哲学を持ち出してプラトンだのワイニングゲルだのと難しい名前を並べ始めたが私はそんなくだくだしい理屈を覚えてもいないしいちいち書き留める根気もない要するにお前由良子というものは 昔から宇宙の心の中に住んでいる。そして神様がその方に従って、この世の中へある一定の女たちを作り出しまたその女たちに対してのみ唯一の美を感じるところの男たちを作り出す。私と彼とはその男たちの仲間であって我々の心の中にもやはりお前が住んでいるというのだ。この世がすでに幻であるから人間のお前も フィルムの中のお前も幻であるに変わりはないまだしもフィルムの幻の方が人間よりも長続きがするし最も若く美しい時のいろいろな姿をとどめているだけこの地上にあるもののうちでは一番実体に近いものだ人間という幻を心の中で還元する過程にあるものだというのだいいかね君そうなってくると 君と僕とは由良こ城の亭主として一体どれだけの違いがあるんだ君の持っている幸福で僕の預からないものが一つでもあるかね僕は君と同等に、いや、おそらくは君以上に彼女の体を知っている。僕は彼女をいかなる場合、いかなるところへでも呼び出して着物を吐いで寝かしたり起こしたりさせられる。だが、それだけでは不十分だ。 完全な一人の由良子城として。よろしい。それなら僕の家へ来たまえ。実を言うと、僕は一人の由良子城を持っているのだ。私は思わず立ち止まって、彼の顔を見つめないではいられなかった。えあなたも由らこを持っていらっしゃる。そりゃあなたの奥さんなんですかうん。僕の女房だ。 君の女房とどっちが本当のユラ子に近いか、何な,なら見せてやってもいいがね。ここに至って私の好奇心が絶頂に達したことは言うまでもあるまい。この男の言動は、ますますいでてますます意外だ。不思議な奴もあればあるもんだ。が、その言うところは、私の図星を指す点もあり、ちゃんと辻褄が合っているのだから、こやつがまさか気違いではなかろう。 多少、気違いであるとしても、私は彼の異性に対する観察の細かさ、感覚の鋭さには敬服している。私は当然彼の細君、彼のユラ子と称する夫人に会ってみたくてたまらなくなった。それにこの男は未だに身分を明かさないので、こうなってくるといよいよそれが知りたくもあった。どうだね、君。僕の女房を見たくはないかねと、 彼は横目で人の顔色を伺いながら、嫌にもったいをつけるような口調で言うのだった。見る気があるなら見せてあげるが。気がないどころじゃありません。ぜひともお目にかかりたいもんです。それでは僕の家へ来るかね。ええ、伺います。いつ伺ったらいいんですかいつでもよろしい。今夜でもいいんだ。今夜ああ、これから一緒に来たらどうかね。 だって、もう遅いじゃありませんか。お宅は一体どちらなんです時期そこなんだ。時期そこと言うと、自動車で行けばほんの5分か10分のところさ。気がついてみると、私たちはもう出町橋の近所まで来ていた。そして時刻はかれこれ10時半なのである。この男は何でもないことのように今夜行こうと言うけれども、 初めて近づきになった私を、こんな夜更けに自分の家へ連れてって、サイ君に引き合わすつもりなのだろうか。それほどご自慢のサイ君なのだろうか。変だな担がれるんじゃないのかな。はははは、そんな人の悪い男に見えるかね、僕は。けれども、あなたこれから伺うと11時になりますぜ。あなたはいいとおっしゃったって、奥さんに悪いじゃありませんか。ところが僕の女房は、 そりゃあ、すこぶる柔軟なもんでね。僕が何時に帰ったって怒ったことなんかないんだよ。いつもニコニコして機嫌よく僕を迎えるんだ。その夫婦仲のいいことと言ったら、そいつを今夜ぜひとも君に見せてやりたい。冗談じゃない。当てられちゃうな。うん、まあ、当てられる覚悟で来ることが寛容だね。寛容ですか当てられるのが恐ろしいかね。 恐ろしいかって、そいつは少したじたじときますな。はははは、君は年中自分の女房を見せびらかしているんだから、今夜はどうしても僕の女房を見る義務がある。ここで逃げるのは卑怯だぜ。来たまえ来たまえ。もうそう言ってる自分には、彼は私の腕を捕まえて、橋の荷爪にある自動車屋の方へぐいぐい引っ張っていくのだった。 いやこうなったら逃げやしません。度胸を決めます。彼は私を自動車への前へ待たしておいて、自分だけつかつかと奥へ入って、小声で行き先を命じていた。その時私はカフェを出てからこの男の姿を初めて明るみで見たのであるが、さっきの酒が今頃になってそろそろ効いてきたのであろう。いつの間にやら彼の人相は別人のように変わっていた。 その目は放らつに、不遠慮に輝き、口元には締まりがなくなり、鼻の穴はだらしなく広がっている。まぶかにかぶっていた台湾パナマの古ぼけた帽子が、後ろの方へずるっこけて、だだっこのように網みになって、縮れた髪の毛が額へもじゃもじゃと落ちかかっている塩梅は、どうしても不良老年の形だ。老年といえば、 私はさっきこの男の年を四十八好と踏んだのだけれど、帽子が阿弥陀になってみると、顔には思いのほか小じわがあって、目の皮がたるみ、髪には艶がなく、瓶のあたりに白いものさえ混じっていて、ひいき目に見ても四十七八、五十に近いじじいなのだ。彼の酔い方が私の想像していた以上であったことは、そのだらりとした態度や足取りで明らかだった。が、 それでも彼は飲み足りないのか、おい、君、まだかと、ドラ声を出して、運転手を催促しながら、ポケットからあまり見慣れない珍しい入れ物、薄い平べったい銀のシガレットケースのような器を出して、しきりにラッパ飲みをやるのだ。何ですかそれは。これかこれはアメリカ人が酒を入れてこっそり持って歩く道具さ。活動写真によくあるだろうああ、あれ。 そんなものが日本にも来てるんですかあっちへ行った時に買ってきたんだよ。こいつは実に便利なんでね。こうしてちびりちびりやるには。盛んですな。いつもそいつを持って終わる気になるんですかまあ夜だけだね。僕の女房はおかしなやつで夜が更けてからぐでんぐでに酔っ払って帰るとひどく喜んでくれるんだよ。すると奥さんも召し上がるんで。 自分は飲まないが僕のようのを喜ぶんだね。つまりそのなんだ僕をヘベレケにさしといてありったけの馬鹿を尽くしてイチャつこうっていうわけなんだ私は彼がそう言った瞬間何か知らないがぞっと身震いに襲われた気がしたこのいやらしいのろけを言いながら彼はゲラゲラと笑い続けて私の目の中をあざけるがうごとく見つめている。 私の顔は真っっっ青になったに違いなななたた。違いかんという不気味なヒヒジジイだろうやっぱり切り主なのかしらんそれに全体女房女房と言うけれどこんなジジイに若い美しい女房などがあるのだろうか変なところに目かけでも囲ってあるのじゃないのかそれから間もなく二人を乗せた自動車は恐ろしく暗い悪い道をガタピシ走らせているのであった 私はあの時分京都へ来てからまだいくつにもならなかったので、あの晩どこを通ったのだか、今考えてもはっきり飲み込めないのだが、とにかく出町橋を渡ってからじきに鴨川が見えなくなって、やっと車が入れるくらいなせせっこましい家並みの間を無理に押し分けるようにして右へ曲がったかと思うと、今度はまた左へ曲がる。雨はやんだが、空はどっぷり曇っているので山は一つも見えないし、 もうどのうちも戸が閉まっていて町の様子はわからないながらところどころにザーザーと谷川のような水音のするドブ川があるその男は窓から首を出してそこをあっちへとかこっちへとか時々運転手に指図しているそのうちにだんだんうちがまばらになって田んぼがあったり立ち木があったりぼうぼうと茂った草むらがあったり確かに郊外の田舎道へ来てしまったらしい 驚いたな。どこまで連れて行かれるんですだいぶ遠方じゃありませんか。まあいいじゃないか。乗った以上は黙って僕に任せたまえ。君の体は今夜僕が預かったんだよ。ねえ、そうだろそうじゃないか。だけど一体、いいんですかこんなところへ来てしまって。いいんだってばいいんだよ。いくらあよったって自分の家を間違えるやつがあるもんか。どうだね、一杯。 車が揺れる旅ごとに、どしんどしんと、私の方へぶつかってきながら、その男は、よろよろした手つきでラッパの実をやっては、それを私にも勧めるのだが、次第にしつっこく首ったまえかじりついて、まるで女にでもふざけるように寄りかかってくる。その口の臭さと、にちゃにちゃした油っての気持ちの悪さといったらない。よほど酒の上の良くない太ちで、酔ったら人を困らせるのが常習になってるんだろう。 何しろ私は飛んだやつに捕まってしまったもしもしすみませんがこの手だけ離してくれませんかこれじゃ重くてやりきれねえやはははハ参ったか君参、ま、った参、ま、った君と一つキスをしようかちょちょ冗談じゃは、はは、由良小嬢とは一日に何度キスするんだいえおおい言ったっていいだろう 3度か4度か10度ぐらいかあなたは何度なさるんです僕は何度だか数が知れんね。顔から手から指の股から足の裏からあらゆる部分を。途端に彼はたらりと私のほっぺたへよだれを垂らした。ううもう少し顔を向こうへやってくれませんか。かまわんかまわん。由良ょうのよだれだったらどうするんだい喜んでしゃぶるんじゃないのかい そりゃあなたじゃないですか。ああ、しゃぶるよ。僕はしゃぶるよ。バカだな。ああ、バカだとも。どうせ女房にかかっちゃバカさ。惚れたが因果というやつだね。だけど、よだれを舐めなくたって。奥さんはいくつにおなりなんです。若いんだぜ、君。いくつだと思う。そいつがどうもわかりませんや。あなたの歳から考えると。 僕はじじいだが、女房はずっと若いんだよ。看板のように発達たるもんだよ。まあ、いくつぐらいだと思うね。僕の女房とどっちなんです由ラ子はちょうどなんですが。じゃあ、同い年だ。そんな若い奥さんを失礼ですが、第二夫人というようなわけじゃ。第一夫人で、本妻で、僕の唯一の愛顔物で、むしろ神様以上のもんだね。 ゲラゲラと笑ってまたよだれを垂らしながら「どうだい恐れ言ったろ」「僕は女房に会うためにこんな寂しい田んぼ道をいつも今自分に一人で帰っていくんだよ」「自動車へも乗らずテクテク歩いて」すると女房は僕の足音を聞きながら奥の寝室の帳の中でうつらうつらと物上並みを所在なさそうに猫のように丸めて待っているんだ体中に香料を塗ってきれいになって 僕はそっと寝室へ入って優しく帳を分けながら「由良子や今は帰ったよさぞさ寂しかったろうね」えははははびっくりしたかいだって名前までゆらこなんですかああそうゆら子としてあるんだよそうしないと人情がつらんからねやがて車はこんもりとした丘の下で止まった「ここだよ ここだよ、と言いながら彼は先へ立って急な石段を上り始める懐中電灯を出して照らしながら行くところを見ればなるほど毎晩遅く帰ってくるのであろう段の両側には山吹きがいっぱいさやさやと裾に絡まるくらい伸びている青葉の匂いが蒸すように強く花をついて懐中電灯の光の先に折々さっと鮮やかな新緑が照らし出される そら、もうそこだよ」と言われて私は坂の上を仰いだ見ると軒明かりが一つぼーっととった白壁の西洋館があった暗いのでよくはわからなかったがその西洋館は丘の上にぽつりと一軒立っているので隣近所にうちはないらしく辺りは一面の藪か森であることは 今も言う青葉の匂いや土の匂いや物の気配で感じられる。そしてうっそうとした影が背後をうず高く覆っている様子では、後ろは崖や山になっているのだろう。石段を登り詰めると、突き当たりの正面に白壁を仕切っての岩のように凹んだ入り口がある。入り口の扉は三尺ばかりの板戸であると思ったのだが、近づいてみるとガラス戸であった。 家の内部に明かりが灯っていないので、それが遠くからは黒い板戸に見えたのであった。さっき石段の下から望んだ一点の灯火は、その岩のようなへこみの真上に、円筒形のシェードに入れられて、白壁の上へ朦朧と剣を描いている。西洋館とはいうものの、この外側枚の塩梅では、四角な平屋の、昼間見たらば殺風景な掘立小屋のようなものらしい。 彼は、ハあハあと息を切らしながら、ポケットから鍵の鎖をカチャカチャと取り出して、入り口の扉を開けた。私は彼の後に続いて土間へ入った。彼は内部から今の扉に鍵をかけて、泥だらけの靴を脱いで、手探りでスリッパを履いたようだった。どこかにスイッチがあるのだろうに、明かりをつけようとはしないで、暗闇でやっているのである。 外の門糖がガラス戸を透かしてぼんやり映ってはいるものの、そのおぼつかない光線では、土間の様子はさっぱり私にはわからない。母という彼の吐息がにわかに酒臭く、けじかく反響する具合から察すると、この玄関は割に狭いのに違いなく、ひどく窮屈な壁の間へ閉じ込められたような気がする。と、彼は再び懐中電灯を照らし始めた。 光の先を床の方へ向けながら何か探し物をしているらしい。光がちらりと通り過ぎるあたりに、品焼きのステッキ入れと、鏡のついた帽子掛けの台が見える。台には帽子が三つ4つかかっている。ソフトの中折れと、ネズミ色の山高と、鳥打ち棒と、普通の麦わらと。台の下には革のスリッパが二三足あって、中に一足、 派手な時色の絹で作ったかかとの高いフランス型の女のスリッパが混じっている。私が第一に驚いたのはこれであった。というのは、それはだいぶ吐き慣らしたものらしく、油じみた足型がついているのであるが、もしこのスリッパを黙って見せられたら、私はきっとお前のものだと思うであろう。それは私の家にあるお前の履き古したスリッパにそっくりなのだ。 同じところにシワが寄り、同じところにかかとや足の跡ができ、同じ足癖で汚れているのだ。私はそれが目に触れた瞬間、お前の美しい足の形を明瞭に心に浮かべた。とにかくにも、そのスリッパーはお前の足と同じ足が履いたのだ。おや、うちの女房が来ているのかなと、私はそう思ったくらいだった。 彼はそのスリッパを大切そうにそばへ置いて、おそらくわざと私に見せたかったのであろう。川のスリッパを一足取って、これを履きたまえと私の前に投げてくれたが、それきり懐中電灯を消してしまった。そして先へ立ちながら、暗い廊下をまっすぐに進んだ。二人が一列にならなければ通れないほど狭いところを、彼はよろよろと両側の壁へぶつかりながら行くのである。 自分の家へ帰ってきたので気が緩んだのかもしれないが、そういう私もよほど飲まされていたに違いない。何しろまるで乳梅のようなじとじとした晩だったから、その家の中は虫風呂のように生温かく、おまけに彼の酒臭い息が廊下にこもって、ふっと顔へ吹きつけてくる。私は襟元がカツカツとのぼせて、いっぺんに酔いが発したのを感じた。 さあまずここへ入ってくれたまえ。廊下の突き当たりへ来たときに彼はそう言って左側の部屋へ私を通した。それから彼はマッチを吸って揺らめく炎をかざしながらつかつかと室内を五六歩進んだ。見ると一個のテーブルがあって上に食材が乗っている。そのろうそくへ彼は手の中の炎を移した。 ろうそくの穂が次第に伸びるに従って、そのテーブルを中心に濃い暗闇がだんだん後ろへ遠のいていったけれども、まだこの部屋がどのくらいの広さで、中にどういうものがあるのか見極めることはできなかった。ちょうどこの時、私と彼とは食台を挟んで差し向かいに椅子へかけた。私の視線は一筋の穂陰を前に赤々と照らし出された相手の顔へ、 着せずして注ががれたたのであったが私が見たものは実は顔ではなく脳天のところがツルツルに剥げた頭であった彼は台湾パナマの帽子を脱いでテーブルの上に置いていたそしていかにもくたびれたという格好で椅子の背中へぐったりと身を寄せ糸のちぎれた操り人形のように両腕を垂らし首をうつむけいまだにハーハーと吐息をしていた だから彼の顔の代わりにそのハゲ頭がまともにこちらを見返していたというわけになる。けれども私の水眼にそれが人間の頭であると飲み込めるまでには多少の時間を要したのであった。私は彼がこんな立派なハゲ頭を持っていようとは今の今まで想像もしなかったのだから。なるほど前びたいにも後頭部にももじゃもじゃとした知事力があって、 ぐるりと周囲を取り巻いているから帽子をかぶればうまい具合に隠れるのである私はしばらくあっけに取られてその蛇の目型に剥げた部分をしみじみと眺めたもうこの男は五十に近いどころではない確かに五十を二つか三つ越しているだろうと彼はいきなり物をも言わず立ち上がって部屋の隅の方へ あたふたふと駆けつけてまた何かしら飲んでいるらしくごっくりごっくりと見事に喉を鳴らしている。<laughs> はは先生酔いざめの水を飲んでるんだなとその飲み方があまりガツガツしているので私は最初そう思ったのだがよくよく見ると隅っこのところに養子の瓶を五六本並べた棚があって彼はその前に立ちながら一人で着こしめしているのである。 そして五六杯も立て続けにあおってから濡れた唇をさもうまそうになめずりながらよだれで濡れていたのかもしれない私の方へ戻ってきて今度はそこに突っ立ったままテーブルの上の食材を取ったさあ君女房に会わせてあげようへえですがどちらにいらっしゃるんで向こうのお部屋だよそっと僕についてきた前今すやすやと寝ているからね っっていらっしゃるんですかそいつはどうも何いいんだここが女房の寝室でねそう言っているうちに彼の手にあるろうそくの火はすでに隣室の入り口を照らしたそれはなんとも実に不思議な部屋であった部屋というよりは押し入れの少し広いようなものあとまあろうそくの明かりではそう見えるのだが そこと今までいた部屋とは濃いエビ色の帳で仕切られているだけでそれを芝居の幕のようにさらりと開けると中にも同じ色の帳が三方に垂れていて真ん中に大きな寝台があるだから寝台がほとんど部屋の全部を占めているという形でその寝台がまた日本の昔の長台のように四方を帳で囲ってあるつまり品式のベッドなのだそしてまたその寝台の帳が これもはっきりとは分からなかったが暗緑色のビロードのような実質なのでこう幾重にも暗い布ばかり垂らしたところは何のことはない消極祭天活の舞台だと思ったら間違いはないここに女房は寝てるんだがどこから先見せようかね背中にしようか腹にしようか足にしようかと彼は手を伸ばして帳りの上から 中に寝ている女房の体とおぼしきものをもぐもぐと揉んでみせるのであった。その目は怪しく血走って、さも嬉しそうな似た似た笑いを口元に浮かべながら。こう書いてくれば、その寝台の中に寝ていたものが何であるかは、無論お前にも分かっただろう。私も実はそれが人形だろうということは、もうさっきからの彼の口ぶりで、 予想しないではなかったのだがここにまことに気味の悪いのはそれがお前に生き写しであるばかりでなく彼はそういう人形を彼のいわゆる由良子の実体なるものを幾体となく持っているのだすなわちお前の寝ている形立っている形股を開いている形胴をひねっている形それから到底筆にすることもできないようなありとあらゆるみだらな形 私が見たのは十五六だったが彼の言葉に従うとうちには由良子が三十人もいるというのだ <laughs> 私はよく船員などが航海中の不良を慰めるためにゴムの袋でこしらえた女の人形を所持しているというような話を聞いたことがあるしかし実際にそういうものを見たことはなしまたそんなことがありうるかどうかも疑わしいと思っていたけれどこの男の人形はつまりそれなのだ 彼はそれらの30人もある女房を一つ一つ丁寧に畳んで風呂敷に包んで棚の上へ乗せてあるのだ。例の転括式の装置、寝室の三方に垂れている帳の陰にその棚は幾段も作ってあって、一段一段に何か暗号のような文字で印がつけてあるのである。お前は彼がさあ今度は女房のしゃがんだところを見せようかねといった具合に、 呉服屋の番頭が反物を取り出すようないそいそとした格好でそれを棚から下ろしてくる時の滑稽な様子を考えてごらんそしてそれらの等身大のお前の姿が十五六人も黙念と並んで物静かなしんとした深夜の室内に立ったところを想像してごらんおまけに彼がその平べったく畳んだものを膨らます手際といったら実に慣れたものなのだ水道をひねってガスに火をつけると すぐにお湯が出てくるような仕掛けがしてあって、これも帳の影にあるのだ。そこから管を引っ張って人形の穴へ取り付けると、見てるうちに膨らんでくる。それが次第に一個の人間の形を備え、だんだん細部の凹凸がはっきりしてくるに従って、腕から肩から背中から足から、孫を肩なきお前を現ずる。水を注ぎ込む穴の作り方と位置についても、バカバカしい注意が払われていて。 氷枕の線のようなあんな無様なものではないのだ。一つ一つの人形によってみんな適当に考えてあって、それを詳しく説明することは、お前に対する冒涜のような気がするから、私はこれ以上言うことができない。彼はおそらく、水を注ぎ込むというそのこと自身を狂楽しているに違いあるまい。君、僕は造家の神様と同じ仕事をしてるんだよ。 昔の神様がアダムとイブを作るときには、どこから息を吹き込んだのか知らないが、面白くってやめられなかったに違いないぜ、と彼は言うのだ。お前は定めし、そんなものがいくら自分に似ていると言っても、ゴムの袋ならたかが知れている、どうせたわいのないものだろうと思うであろう。彼がいかにして、あの驚くべき精巧な袋を縫うことができたか。 そのすざまじい苦心の跡を語らなければそう思うのも最もだけれど一通り説明を聞いた私にもさて自分でやってみろと言われたら到底あの真似はできそうもない言うまでもなくそれは材料の買い入れから最後の仕上げまでことごとく彼一人の手で作られたもので彼の工房に入ってみれば決して偽りでないことがわかるお前はそこにおよそお前の肉体に関する 得られる限りの参考資料が途方もない必要と丹念を持って集められているのを発見するだろう。人はすべての表面が鏡で貼られた室内へ閉じ込められるとついには発狂するものだそうだがお前はきっとちょうどそれと同じ気持ちを味わうだろう。ところでちょっとこちらの部屋を見てくれたまえと彼は私を廊下の反対の側にあるその工房へ連れていったが。 そこで私の目に触れたものは床、壁、天井の嫌いなくあらゆる空間に陳列してあるお前の手足の断片だった。ことにキーなのはお前の体の部分部分を秘密な箇所や細かい一筋の筋肉などまでを著しく拡大した写真が方々に貼ってあることだった。なるほど、これだけの写真があってこれを毎日眺めているとすれば。 あの霊妙なる有田ドラッグ式素描が描けるのに不思議はないと私は初めて分かったのであった。が、それにしても彼はどうしてそれらの写真を手に入れたか、お前に会ったこともない彼がいかにして撮影したであろうか。この疑問に答えるために彼が出してみせたものは、いろいろな絵から切り取った古いフィルムのクズだった。 短いのは一コマか二コマ、長いのは十コマ、二十コマぐらいつつ、彼はすべてのお前の映画から彼に必要である場面を集めているのだ。夢の舞姫が床に落ちたバラの花を拾っているところ、血のを垂れる足で舞台で踊っているところ、足の血型の大写し、お天場霊場のちぶさの下から水落ちのあたりがはっきり現れているシーン、 夏の夜の恋のへこんだへそが見える部分。およそ彼が詳しい描写で私を驚かした場面の数々はみんなそこに備わっているのだ。彼はお前の耳の形と口の中の歯並びの様子が知りたさに、それが明瞭に映っているたった一コマのフィルムを売るべく、常設館から常設館へとある一つの絵を追いかけて、一度は岡山へ、一度は宇都宮へ行ったというのだ。 世間には僕と同じような物好きな奴が多いということを僕はその時に発見したね。なぜかっていうと、由良古城のある一つの絵が東京と上方で封切りされる。それからだんだん地方のショート会へ配布されるに従って不思議とフィルムのコマの数が減っていくんだ。もちろんそれは地方地方の検閲官がカットする場合もあるだろう。けれどもこの方はどこの県でも大体の標準が決まっているから、 そんななにむやみに切るはずはずい最初に二十コマあった場面が次から次へと旅をする間に十五コマになり十コマになりひどい時にはしまいに一つもなくなってしまったりするのは変じゃないかこれは途中で切り取るやつがあるからなんだよ由良小嬢がやってくるのを待ち受けて彼女の手だの足だのをまるで飢えた狼のようにもぎ取っていくやつがあるんだそういう人間が大勢いるという証拠には 田舎の町の常設館の映写技師に聞いてみたまえ。彼らはちゃんと心得ていて金さえやれば望みの場面を一コマなり二コマなりこっそり切って売ってくれるそれが彼らの小町になってるくらいなんだ彼の仕事は考古学者の仕事に似ていた考古学者が深い土中から数世紀層前の遺骨を掘り出してきて何万年の昔に生きていた動物の形を組み立てるように彼は 日本国中のつらつ裏らに散らばっているお前の手足を集めてきて、やがて完全な一個のお前を作ろうとするのだ。壁に貼ってある大きな写真は、彼がそんな風にして手に入れたフィルムを引き伸ばしたものなのであった。彼は一定の比例に従って、部分部分を引き伸ばしておいて、それに従って粘土で一つの原型を作る。さて、その原型へ当てはめながら、ゴムの人形を縫い上げる。あたかも靴屋が、 着方へ革を押し当てて靴を縫うのと同じような手順なのだが仕事の難易はもちろん同日の段ではないのだ第一彼はお前の肌となるところの実感的な色合いと温かみを持つゴムを売るのに苦心をした私が手に触れた塩梅ではそれは女のレーンコートなどに用いる薄い絹地へゴムを引いた防水布、あれによく似た自室であって。 あれよりもっと人間の皮膚に近いようなものだった。彼は大阪、神戸、東京と、方々の店へ注文を発して、やっと五軒目に気に入った品を手に入れることができたのであった。そしてそれを縫い上げるのに、粘土で作った原型についたばかりではなく、腑に落ちないところやわからないところは、生きた原型に当てはめてもみた。彼は一通り縫い上げたゴムの袋を、わざわざ静岡まで持って行って、 牢バツバツのエフコの乳房に合わせてみたり、信州長野へ持って行って、〜何牢のエスコの尻に合わせてみたり、東京浅草の恵子の肩や、京都五番町のエーコの背筋や、房州北条の女の膝や、別府温泉の女の顎などにいちいち合わせたのであった。しかし私は、彼がいかにして、あの燃えるがごとき唇を作り、 あの唇の中に真珠のような熾烈を揃えることができたか、いかにしてあの艶やかな髪の毛やまつげを植え、生き生きとした眼球をはめ込むことに成功したか、いかにしてあの舌を作り、爪を作ったか、それらの材料は一体何からできているのかという段になると、ただ不可思議というよりほかには想像もつかない。彼も、こいつは秘密だよと言ってニヤニヤ笑うばかりであったが。 その薄笑いは、私に一種言いようのない恐ろしい暗示を与えないではおかなかった。ある何かしら不潔なもの、ものすごいもの、罪深いものから、この材料は成り立っているのじゃないだろうか。私はそう思って戦慄した。話に聞いた、公開中の船員が慰み物にするというゴムの人形なるものが、実際あるとしたところで、この半分も成功なものではないであろう。 ある程度まで人間に似せた袋を縫うだけなら不可能なことではなかろうけれども、このゴムの袋は鼻の穴を持ち、鼻くそまでも持っているのだ。そして全く人間と同じ体温を持ち、体臭を持ち、にちゃにちゃとした油の感じを持ち、口からはよだれを垂らし、脇の下からは汗を出すのだ。彼がそういう人形を何十体もこしらえたのはなぜかというといろいろのポーズが必要であるからだ 例えば膝の上へ乗せる時のポーズ立って接吻する時のポーズ呆れたことにはちょいとこんな具合なんだよと言いながら彼はそれらの人形を相手に私の前で彼独特の凶楽の型を示すのであった彼は絶えず酒を飲んでは元気をつけていたそしてしまいにはこの花くその味はどうだろうかとか いよいよしつこく絡まってきて、挙句の果ては私にもそれを舐めてみろというのであった。ああ、そうそう。君は僕が女房のよだれを舐めるなんて馬鹿だと言ったね。ほら、この通り。この通り。僕は舐めるんだぜ。これどころじゃない。彼はいきなり床の上へ仰向けに寝た。股を開いてしゃがんでいる人形が彼の顔の上ピタンんこに座った。 彼は下から両手を上げて人形の下腹を強く押さえた。人形の尻の穴からガスの漏れる音が聞こえた。私はこのヒヒジジいの顔からハゲ頭へねっとりとした排泄物が流れ始めたのを皆まで見ないで窓から外へ飛び出してしまった。そして真っ暗な田舎道を一目散に逃げていった。ゆら子よ。 私がお前に話したたいと言った事実はこれだけだ。け私はお前がこの話を一生に付してくれることを心から祈る呪いを受けるのは私一人でお前は快活であることを祈るしかし私はこのことがあってからお前の映画を作ることに興味を失ったばかりでなくむしろ恐れを抱くようにさえなってしまったどうも私には お前を美しいスターに仕上げて、お前の姿を繰り返し写真に写したりしたことが、結局あのじじいにお前というものを奪われたことになったような気がしてならない。お前は、お前の知らない間に、あのじじいに丸裸にされ、手でも足でもあらゆる部分を慰まれていたのだ。そればかりならいいけれども、私の恋しい可愛いい由良子は、この世に一人しかいないもの。 完全に私の独占物だと思い込んでいたのに、あの晩以来、その信念がすっかりあやふやになってしまった。お前の体は日本国中に散らばっている。あのじじいの寝室の押し入れの棚にも畳まれている。お前はそれらの多くの由ラ子の一人であり、あるいは影であるに過ぎない。そういう感じが湧いてくるとき、私はお前をいくらしっかり抱きしめても、これが本当の。 唯一のお前だという気になれない果てはお前が影であるごとく私自身まで影であるように思えてくる私たち二人の真実な恋は破れないまでも空虚なもの嘘なものそれこそ一コマのフィルムの場面より儚いものにさせられてしまった今となってはもう悔やんでも取り返しのつかないことだが私はあの晩あのジジイにさえ 会わなければよかったのだ私はいくどかあの晩のことが夢であってくれますようにそしてあのじじいもあの丘の上の不気味な家も跡形もない幻であってくれますようにと祈っただろうしかしその後あの丘のほとりを夜昼となく通ってみるのにあの家がまさしくあそこにあることは事実なのだ私は今ではあのじじいがどういう名前のどういう人間であるかということもほぼ知っている。 そればかりでなくお前の背筋を持っているという五番町のビーローの A 子にもちぶを持っているという静岡の F 子にも肩尻顎の女たちにもな会ってみて彼の言葉が決して偽りでなかったことを確かめたのだその女たちは彼の本名を知らない様子だったけれども彼が珍しい変態性欲者であること時々写真機やゴムの袋を持ってきていろいろ無理な注文をすること 彼女たちを呼ぶのにゆら子と言っていることなどを一様に語った。しかしゆら子よ、私の唯一の本当のゆら子よ。私はお前にその男の名前や身分を知らしたくないのだ。お前もどうかそれを知ろうとはしてくれるな。私は今場の際に望んでお前に隠していくことはこれ一つだ。そして私は、 来世でこそは真実のお前に会えることを固く信じて幻の世を一足先に立ち去るとしよう。